ね。冬にアイスはいいですね。うん、なんで？え、じゃあ食べなるわ。いらねえの？めっちゃ美味しそうじゃない？これめっちゃ美味しそう。形はこういう感じ。チクタチクタクドーン。めっちゃイチゴ味する。あー、イチゴ匂いだ。これはみかん。イチゴポッキーみたいな匂い。あー、分かる分かる分かる。硬い。あ、タイチそろそろまた抜けそうやねんな。どこの歯？下隣抜けた。うん、こっち側。こっち側な。タイチ側。タイチ側の春からしてタイチ側。うん、またちょっと抜けそうで痛いんやって。また面白い感じになってきて食べるとき。前で噛まれへんねんな。ごめんやな。だからなおさら口の周りが。もうやめといたら。ん？痛いやろ。やめといたら。なる。中もイチゴや。うん、ちゃうやん。ちゃうん。ほら、イチゴやん。クリーム。イチゴやん。イチゴのクリームやろ。何やる？クリーム。変わるわ。なんでそれにしたん？そっち硬いかなと思って。そっちも硬いやろ。あの、この人はイチゴのシャーベットみたいなアイスの方が硬かったから。ちょっとよくわからへん。あ、このフルーツのアイスとこのアイスと、うん、もう一つイチゴのシャーベットみたいなアイスと3種類あって。あ、まだ別で、うん、もう一個あった、うん、それが一番柔らかさだったってこと。うん、この一番早く食べ終わる。え、何食べたの？まだこんなんやで。おやつ何食べたい？お腹かばっか。何の？うん、何のやつ食べたの？ポテチよ、ポテチ。パパポテチ食べる。ポテチ食べたいな。あ、あのいいポテチあんねん。いいポテ？いいポテ。いいやん。パパ。パパポテ。あ、いいやん。パパのってな？ママがくれなかった。お酒飲みたくなるやつやん。鉄板ガーリックでどんな味なんやろ。鉄板ガーリックよ。言うとるから。醤油とニンニクと味で。これ美味しいね、皆さん。これここの味がとかは分からんけど、うん、ここ行けや。どこに売ってるんですか？フライドポテト。え？どこでもあるんちゃうか。コンビニ。うん、いや、パパも急いで食べないと。いいポテ食べられへんやん。いいポテ、味どんな味か見てほしいわ。味見食品、うん、味見してみて。食レポお願いします。ニョッと見てください。いや、これ自分でやってください。匂い痛い。なんか夢や。どうですか？はい、ちょっと味見します。匂いはどうだった？いや、いい匂い、うん、なんか美味しいです。はい、ありがとうございました。